この動画では9月16日に行われるディープ1 2 1の勝敗予想をしていこうかなと思います祝日の月曜日なんですかねでこのディープ1 2 1ではタイトルマッチが2つあってめちゃ豪華っすよねバンタム級タイトルマッチの福田竜也 VS 滝沢健太でライト級タイトルマッチの江藤君宏 VS 野村俊太福田対滝沢は王座決定戦で でライト級の方は江藤選手の防衛戦っすよね。挑戦者野村俊太ってことで。で、この2つに加えて、私がまあまあ興味がある4試合、勝手にピックアップして話していきます。えだから計6試合ですね。早速いきましょうか。まずは力也 VS 柏村慎之介。これは5分2ラウンドの一戦ですね。柏村選手といえば、大麻取締法違反の疑いで、半年前ぐらいですかね。 しょっぴかれたんですよねでも不起訴になってで今回復帰というそういう流れになったとちなみに不起訴っていうのはまた無罪とは何でしょう意味合いが違って検察が裁判を起こさないって判断したっていう話ですね、まあ、これ大麻とかの、ね、話だとよくあるというか別に橋村選手相手に裁判を起こしてもしょうがないんでっていう判断のもと多分不起訴になったのかなとか思いつつ、まあ、詳細は分かんないですけど 事実としては不起訴になったっていうことですよね。まあ何はともまれ戻ってこれて何よりだっていう話で、柏村選手はね、ロードトゥー・ウシーのシーズン1に出ていて、その頃くらいからよく見るようになって、まあ今はバンタム級でやってるんですけど、そのね、ロードトゥー・ウシーは確か緊急オファーで出場して、ライト級で出たんですよね。で、キヨンビンっていうね、バカでかいやつ相手に、 果敢に組みに行ってて、いや、んじゃあっていい選手だなと思った記憶があって。で、まあ、現在でもね、かなり将来有望な選手だと思ってるんですけど、でも思ったほど跳ねてこないなというか、DJ 大機、エビチュー選手とかに連敗したりとか。でね、直近もまあ、そういう、タイマー取り締法違反で捕まってしまったりとかもあって。で、最後やった試合は2023年の11月かな。 若手の選手にしてはちょっと試合感覚空いてますけど、まあでも大丈夫なんじゃないですか。あの組のね、あのやっぱグラップリングスキルはね、なかなかね、突出してるものもあると思うんで、今後に行きたいと。で、対するはリキア選手。リキア選手の方もね、一時連勝してたんですけど、コロに勢いをね、まあ、コロッと止められて、そっから結構負けてますよね。直近の試合は勝ってるものの、過去6戦で2勝4敗かな。 あんまり調子は良くないっすよね。もともとレスリングですごい実績があって、パンチ力あるんですけど、結構雑な攻めが多い、うんそんな印象が強いですね、力也選手で。一方、柏村選手は、決めは強烈ですけど、こちらも同じくね、打撃とか結構雑なんで、お互いのね、その雑なところが、どう試合に響いてくるのかっていう感じっすかね。まあ、どっちが勝っても全然おかしくない感じするマッチアップですけど、 まあでもお互いの強み的にね、柏村選手の方が有利っちゃ有利なんかな。力也選手はやっぱ一番強いところはレスリングだと思うし、で柏村選手の方は一番強いところはやっぱり決め、まあ柔術のところだと思うんで、まあ、スポッてハマりそうですけどね。で柏村選手、別にレスリング力ないわけでもないんで、だからそのスクランブルでポジション取るみたいなのも全然ありそうだし。 やっぱリキア選手がレスラーなんで、組むっていうことが自分の頭の中の選択肢上、かなり上の方にあると思うんですよね。だからとっさに出るのはやっぱりその組だと思うんで、そこにつけ込んで、橋村選手が自分のフィールドに持ってって、バックついてバックチョークですかね。やっぱスクランブルの流れでバックのポジションを取る気がするな。だこの試合は橋村陣之介、2ラウンドバックチョークでの一本勝ち予想でいきます。 で続きまして、五とバ人 VS 相本和樹これも5分2ラウンドの一戦ですよね。フェザー級のストライカー対決。これはね、おもろくなりそうっすね。ヒリヒリする一戦というか。ミ名選手はね、あの神田浩野選手とやるまでは無敗だったんですけど、まあ、神田浩野に負け、海斗選手に負け、木下空手選手に負けっていう感じで、普通にストライカー相手にね負けていってるんだよなっていう最近。 派空、まあ、手仕込みの飛び込みのパンチスピーディーなんですけどでも結構頭の位置が動かないんで意外に被弾もしてる印象があってで腰もそんな重くないんで,で寝技もねめっちゃできるっていう感じでもないような印象があってだからちょっとなんか伸び悩んでる部分もあるのかなとかね傍から見ててちょっと感じる部分はあってまあでも強いんですけどねレスリング力がそんなに高くはないのかな で、一方の相本選手。戦績は5勝0敗の 4KO か。未だ無敗の男ですよ。パンチの殺傷能力あるし、若手なんですけど、でも結構組み合わざへの対応も、ね、できる選手かなというか。うん、これね、もう相本選手が持っていきそうな流れ、ビンビンに感じますけどね。まあ、ゴミを拾うとか、ここ踏ん張れるか。それとも勢いそのまま、相本和樹が持っていくかみたいな。 ななんんかそんな感じするよね中堅からトップ層に返り咲きたい五味男と一気にトップ戦線まで駆け上がりたい相本っていう構図で勢いがちゃう感じしますけどね五味男選手はやっぱ変に組みに行ったりとかしない方がいいんじゃないかなと思っていてそれしちゃうと自分でバテてしまうような気がするんですよねやっぱ相本選手はフィジカルも強そうだし組みに行ってもそこであんまり優位には立てないんじゃないかな 逆に自分からそういう風に言っちゃうと疲れちゃう部分もあると思うんで。でも見た感じ、相本選手もね、結構近距離のパンチの工作でもらう場面もあるんで、そんな打たれ強くもないと思うんだよな。だから、ゴミオ選手が一発当てて KO みたいなのも全然考えられるし、まあでもね、勢い的に、相本選手かな。相本選手の方が前に出るだろうし、ゴミオ選手は多分ちょいちょいね、組みに行ったりとか、しちゃうと思うんですよね。 でもそこで有利なポジションとか取れなくて逆に削れる中で相本選手の方が見栄えのいい打撃当てそうかな、まあ、2ラウンドだもんなフィニッシュまで行くんかなこれいかん気がするなうんやっぱストライカー同士の戦いってね案外判定決着なりがちなんでまあでもそん中で相本選手が1回ぐらいフラッシュダウン取ってそのポイント分で勝って判定かな相本和樹判定勝ち予想で行きます 無敗継続になるのか、まあ、それをね、ゴミをうとが飛べるのか分かんないっすけど、すごい楽しみな一戦ですね。で、続きまして、ケンタ、VS 渡辺修斗。これは5分2ラウンドで、フライ級の一戦か。渡辺修斗はね、なんか引退したみたいなのを見た記憶があるんですけど、全然引退してないっすね。しかもバンタムからフライに転向してるし、もうどのタイミングでね、一回引退したのかも分かんないレベルっすね。結構国内いろんな団体出てますもんね。 で、その中で再びディープ3000と。まあ、渡辺ートといえば恋のマジカルチョークか。なんだよ、恋のマジカルチョークって。俺も女の子にかけてもらいてえよ。可愛い,い女の子に恋のマジカルチョークやってもらいてえよ。まあ、恋の三角締めでもええけど。もしこれ恋のマジカルチョークっていうね、出店やればね、男たち並ぶんじゃないですかね。まあ、美女がいて、で、その美女がバックチョークするっていうサービス。 そうですね水着の美女にしましょうか水着の美女がバックチョークしてくれるっていうサービス1回500円失神するまでやる場合は1回1000円とかどうでしょうこのサービスまあ勝手にやってもらってもいいですようんまあでもね私が考えたんでちょっと、まあ、何パーセントかそのフィーはね頂い,いてうんまあねでも恋のマジカルチョークっていうねわけわからん技があると わけ分から技というかもうただのバックチョークなんですけどでそんな渡辺選手に対するは健太選手ってことで健太選手はね地味にいい選手っすよねフィジカル強いし接戦に強いというかまあ前線ねスプリット判定で負けてはるんですけどでもね強いっすよねだからこの試合は渡辺シュー斗が1本決めるか健太選手が判定で持っていくかみたいな試合になる予感がして どうなんすかね渡辺修斗はね、フライ級に落とすんは、久しぶり初めてどっちかわかんないですけど、まあ、基本的にはバンタムでやってたと思うんで、動きがどうなるかっすよね。まあ、2ラウンドなので持つでしょうけど、まあ、逆に体の力は全然入らなくて、いつものマジカルが使えへんかもしれないってのがありますよね。やっぱマジカルが使えない渡辺修斗はいつもの3割ぐらいみたいな話もね、聞くんでね。だからそのマジカルがあんまり出ない渡辺修斗 選手をケンタ選手がコントロールして判定勝ちするんじゃないかなと予想しますまあ、逆にねマジカルが発動したらそれは渡辺修ゅうとか持っていくかなと思うんですけどまあ、でも厳しいんじゃないかなケンタ選手判定勝ち予想にしておきますで続きまして関原賞 vs 杉山光平5分2ラウンドフライ級ですか関原選手といえば2、3年前ぐらいに伊藤裕樹に結構壮絶な負け方をして で、そっから2年ぐらいね、MMA 出てなかったっすよね。柔術の大会にはしょっちゅう出てたみたいなんですけど。んで、2年ぶりの復帰戦。判定勝ちして、今回復帰2戦目か。復帰戦の試合とかね、もう完全にグラップラーみたいな戦い方してましたもんね。なんかいろんなサブミッションを仕掛けてて、ストライカーって感じだったのにね、すごいスタイルチェンジしましたよね。でもその試合でもいきなり打撃もらってて、ちょっと危なっかしかったっすけどね。 で一方の杉山選手は、まあ、結構バランスのいい安定した選手ですよね勝つ時はまあちゃんと勝つし負ける時はちゃんと負けるっていう、まあ、それは当たり前か、まあ、でもバランスのいい選手っていう印象ですかねパンチもすごい綺麗だし寝技への対応力も高いと難しいねこの試合関原選手はやっぱ打撃の反応が前世あんまり良くなかった感じがしますけどカーフキックとかローキックはすげえ良かったんだよな で、杉山選手の方は割とベタ足なんで、あんまりカットとかはうまくできない感じする。うーん、でもただ、その中で杉山選手のパンチの方は割とまっすぐ打ち抜いてくるんで、それ、関原選手はもらいそうかなっていうね。うん、関原選手がね、寝技でいいポジション取れば決める可能性もありそうですけど、スタンドだとやっぱり杉山選手の方が今はいいと思うんだよな。えー、杉山選手は決めもあるんで、どうだろうこれ。杉山選手が、 ストレート系のパンチ効かして、で、バックついてバックチョークかな。で、この試合は杉山晃平、2ラウンド、1本勝ち予想で行きます。で、続きまして、江藤君宏、サス野村俊太。これは5分3ラウンド、ディープライト級タイトルマッチっていうことで。王者江藤君宏に挑む野村俊太。2人は再戦でもあるんですよね。1年ちょい前にやってるのか。 で、その時は、打撃で戦っていきたい野村選手相手に、江藤選手が組で圧倒して、もうほぼほぼ完封みたいな感じで勝ちましたよね。テイクダウンとか全部取ったんじゃないかな。もう野村選手は捕まったら全部バックつかれて、キープされて殴られて、チョークも狙われてみたいな感じ結構しんどい試合でしたよね。まあでも今回も同じような展開になる気しかしないですけどね、正直。 1>, 1年であの組をじゃあ完全に切れるようになったとは思えないもんな野村選手は言っても前線泉選手との試合でもやっぱ組でコントロールされてたんで、まあ、最終的にはね3ラウンド早々パンチぶち当てて KO したんですけどいや厳しい試合展開だったもんな前線もどうなんだろうなでもチャンスはあるからな前江藤選手でやった時もローキックというかカーフキックというかかなり効かしてたし いいタイミングでパンチ入りそうな場面もあったんでね、それが決まればって感じか。あとは、ブレイブのレスラーたちとか、青木真也とも練習してるんで、そこがどこまでね、野村選手の成長につながってるかっすよね。難しいね、これも。まあ、前の試合の内容とか、直近の試合内容も考慮したら、江藤選手がまあ普通に勝つんかなと思うんですけど、野村選手の殺傷能力の高さも半端じゃないしな。めっちゃ動き早いしね。 伝統派のあのね、飛び込み。ステップインとステップアウト。で、2回目ってことはお互いに対策もちゃんとやってるでしょ。特に野村選手側はやっぱあんなに前、組でやられたんだから、相当そこはっていくと思うんですけどね。それがハマるかは知らんけどね。オッズ的にはやっぱフェイバリットなのは江藤選手でしょうけど、ここはね、野村俊太君にかけようか。まあ私、賭けこと一切してないですけど。 まあね、オンラインベッドがね、完全に合法になればやりたいですけど、今のところはちょっとね、グレーすぎるよね、リスク高すぎるしね、あんまやらないほうがいいんじゃないかなとか個人的に思ってるんで、やってないんですけど。で、なんだったっけそう、この試合はね、野村俊太、3ラウンド、KO 勝ち予想にしときます。やっぱ逆転の一発ぶち当てるんじゃないかな。野村選手からしても、1ラウンド目から倒しに行くんじゃなくて、足とかめっちゃ蹴って、削ってって、 で産卵の目にドカンって当てるっていうイメージでやればいいんじゃないかなフィニッシュしないと勝てないとは当然思ってるでしょうからそれをねいかに持っていくかそこに注目したいですねで続きまして福田竜也 VS 滝沢健太これねバンタム級王座決定戦福田選手はバンタム級に挙げて2戦目でタイトルマッチもともとはねあの本谷勇気とタイトルマッチ決まってたと思うんですけど自身の怪我で流れてしまって で、そのまま福田選手は、タイトル挑戦、末置きで、滝沢健太とのタイトルマッチに変わったと。まあ、相手が変わった形ですよね。で、元谷さんの方は、ライジン48で、太田忍戦が決定と。福田竜也と元谷勇気は、めちゃめちゃ見たかったっすけど、まあでも、選手からすると、そは基本的に、ライジンの方が優先度は高いよね。で、ディープもそこはわきまえてるでしょうから、だから、福田対元谷は、もう組まれないというか、 そう,そう組むのは難しいいっってなってななるんじゃないですかねで滝沢健太の方はねディープ参戦2試合目でタイトルマッチかそれはどうなんかなとか思いつつね、うん、コロ選手に勝っただけですからね石塚選手とかまあエビチュとかもそうかそこら辺のね選手に先チャンス与えてほしいなとか思いつつまあ、でもまあいか別に絵、うん、は別に。 まあ福田選手もね、言うて階級上げて2試合目だし、1戦目の相手は宮城俊介でしたからね。当然、滝沢健太がこれまでしのぎを削ってきた相手と比べると、サタエ材料としてはちょっと薄いってのはありますよね、宮城選手は。ただ、福田竜也は原料区から解放されて、宮城戦動きめっちゃ良かったもんな。うんでね、この試合はやっぱ、ある程度近い距離、パンチの距離で戦いたい福田と。 蹴りの距離で試合を作るタッキーはねでも相手の飛び込みにパンチ合わせるのもめっちゃうまいっすよねカウンターがうまい、あ、そういうのをぶち当てる可能性もありそうだしで福田選手の方はやっぱじわじわプレッシャーかけて削っていくっていうすべに長けてる選手だしね、まあ、試合展開的にはやっぱスタンドでは福田選手がケージの中央を取ってるシーンが多そうでその中で回りながらカウンター狙うタッキーみたいな構図かな、まあ、福田選手もねカウンターうまいんで お互いその当て感あるしマジどっちに転ぶか分かんねえっていうねでも総合的にいろいろできるのは福田選手かなと思いますけどねいざとなればその組でも勝負できるのは福田選手の方だしタッキーが自分からね組みに行くシーンってのはほぼ見たことないしあんまやるつもりもないでしょうからね相手が組みに来たところに忍者帳か合わせるみたいのはよくやるけど 自分からじゃあ組でポジション作って決めに行くみたいな姿勢はそんなないんでまあ非常に難しいですけどやっぱなこれな福田選手持っていきそうな気するけどねやっぱタッキーはあんまり自分から手数出さないんでね福田選手に試合作られてしまってでタッキーは関節蹴りとかローキックとかも出していくんですけど福田竜也がそれを意に介さず前に出てパンチの圧で削って で、ちょいちょい流れの中で組のシーンになって、上取る場面もありつつ、判定勝ちするんじゃないかなと予想します。私は福田竜也、判定勝ち予想ですね。てな感じでね、この動画ではディープ121の勝敗予想をやっていました。なんか全部外れそうな気がするな、マジで。全然自信ないわ。あくまでね、予想なんでね、そんな気にしないでねって感じで。でもね、2つもタイトルマッチあって、すごい楽しみなんで、 うん、ぜひね、当日はリア対しようかなって、そう思いますね。じゃあ終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。